い。さあ、それではまずは今日はこちらのコーナーに参りましょう。いい曲だけどコンサート、始まりました。今月もやってきました、はい、まね、歌手の松原健さんの1曲だけのコンサート。ーこちらのコーナーでは松原さんが、さまざまな楽器奏者の方にお会いして、うん、 はい、その方と1曲だけのコンサートを開くと、はい、そうなんですよ。今回はオカリナ奏者の方に出会ってきました、はい、でご自分で土を焼いて作られている素朴な楽器、このオカリナなんですね。そして実はある動物の声を求めて、うん、今もオカリナを吹き続けているそうなんです、うん、ぜひ皆さんご覧ください。動物の声、工房でもある教室にお邪魔しました、うん、オカリナ奏者の上村明さん。オカリナとの出会いは33歳の時でした。街で流れていたオカリナの音を偶然耳にしたのがきっかけ、うん、その澄んだ音色の虜になり、自らオカリナを作るまでのめり込みました。現在は教室で教えながら、さまざまな場所で演奏活動を行っています。へー、わ、すごい。うまいなー。素敵ですよですね。ありがとうございます。なんか小鳥がさえずってるような、うん、あ、やっぱそんな感じしますか、ね、素敵ですね、私はやっぱりこれに出会ったっていうか、この音に惹かれたきっかけっていうのが、うん、昔ヨットを作ってましてね、今はオカリナ作ってますけど、ヨット作るんですか。ヨットを作って太平洋に出て、南の島でいろいろ生活再建した時に、太平洋で出会ったイルカがたくさんいましてね、それでキュイキュイってこうお腹に響くような声で鳴くん で、その声をもう一回聞きたいなと思ってた時に、たまたま街中でオカリナの音が聞こえてきたんです。でそれはどういうものかなって調べたところから惹かれてったんですね。そうですか。じゃあ小鳥のさえずるように聞こえましたけど、これイルカの方向からインスピレーションを。そうですね、まだまだイルカの声には遠いですけど。そうですか。いや、それにしましてもね、こうやっていろんな種類があるんですけれども、ね、サイズが全然違う、はい、こちらの大小さまざまなオカリナ、うん、大きさによって音の高さが違うのですが、うん、なぜこんなに種類があるのか、うん、実はこれがオカリナの特徴でもあるんです。たけしさんはすごく音量っていうか幅もありますけど、普通のオカリナは1オクターブ半までしか出ないの。だからもし広いこうクラシックの曲なんかやるときは、何人かでこれとこれと持ちながら合奏したりとか、つまり大きさによって調、いわゆるキーが違うんです。はい、どの大きさのオカリナを使うのか、演奏する曲によって決まってくるんですね。大きさが違うとどれだけ音色が違うのか聞かせてもらいました。まずは一番大きなバス。次はバスの1オクターブ上のアルトです。いいな、全然違う。そのアルトのさらに1オクターブ上のピッコロはこんな音色です。よりイルカに近くなる。あ、そうですね。確かに。そういうことなんですか。1オクターブ半しか出ないオカリナですが、その表現方法は無限なようですね。音程がなかなかはっきり決まらない笛で、息の強さでどうにでもなるというか、同じ層でもこれだけ変わるんですね。全然違う。すごいですね。微妙な本当に息の入れ方で。そうですね。だからそういう意味では、人間の声とすっごく近いもんじゃないかと思います。確かに。繊細な音色を奏でるオカリナを演奏だけでなく制作もしている上村さん、はい、オカリナに出会った25年前、実はさまざまな苦労があったようです。最初はもう本当暗中模索でした。金沢にはね、作ってる人、吹いてる人がまずいなかった、はい、作ってる人はもちろん、で教室もなかった、はい、
はい、オカリナに関する情報がほとんどない中で、うん、上村さんは自分で土をこねて焼き、何度も何度も失敗を重ね、独学で音を探っていったのです。すごい、独学です。もう焼く前にもう調を確かめて、はい、調律何回もするんですね。すごく微妙に分かるんですよ、ね、で焼くと縮みますから、音程が高くなるので、そのことも考えながら。そうなんです。相当な技術がいると思いますけれどもね、作るのにも。それでちゃんとした型を作りながら、同じ蝶のオカリナを作ってっていうことで。特徴はこれ上村さんの、そういう意味でイルカがこう、ね、イルカのマークがちょこっと入ってますけど。さあ、そんなイルカ印のオカリナを僕も吹かせてもらうことにしました。はこういう感じじゃないですか、はい、でこれをちょっと横にした感じで、それで、この状態がどの音なんですね。あんなにいっぱい穴があるんだ。そこのね、これ違うんですか。ラがですね、実は小指はちょっと支えたまんまで、はい、ここがラなんですよね。そうですね、こういうこと。やっぱりいい音出てますね。上村さんに改めてオカリナの魅力をお聞きしました。もともと自分が昔から持ってたこう心の礎といいますか、そういうふるさとみたいな、そういう環境をパッとこの土の音から思い出させてくれる、そういうところからこう何か新しいエネルギーをもらえるんじゃないかなと思いますね。なんか一つ一つこう、ね、色が違って形も違って、そしてその作った方 の思いも違って、なんか本当に世の中に一つしかない楽器ですもんね。上村さんのたくさんの思いが詰まったオカリナと、今日はこの曲をセッションします。いやー、素敵ですね。いい音ですね。
あの見てられた女性の方、一番前の方、ちょっと涙ぐんでませんでした。そうですね、なんかいろんな思いで皆さん、ね、ちょっとね、聞いてくださったんだと思います、うん、なんというかこのセッションなんですけど、うん、はい、まるでこうなんか二重奏というか二人で歌ってるような感じ、うん、そうですね、やっぱりなんかイルカっておっしゃってましたけども、イルカと僕みたいなこう雑念がいっぱいある、いや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 、やっぱりそのなんて言うんですかね、うん、本当ピュアな感じがして、うん、なんかそれにつられて本当に自分も一緒に歌わせてもらってるっていう感じがして勉強になりましたね、うん、そうですか、うん、ね、あの なんて言うんですか、いろんな奏者の方がね、今までも出てこられたと思うんですけど、自分で楽器を作って、そうそう、演奏されてる方すごいね、上村さんってね、もともとそのヨットを作っちゃって、そうそうそう、太平洋を、ね、渡って、国に行ったり、それからまた今度はその天体とかにも興味があったり、これ自然にも興味があったりして、自然食品とか、なんかスピリチュアルな方 でその方がもう作ろう、オカリナ作ろうってね、そういうなんかすごい冒険心あふれる素敵な方でした ね、 ね、だから目的としてはだけど、イルカとこうやり取りができるようになるところまで考えてらっしゃる、ね、ね、きっと世界平和をね祈ってくれてるのが、そのぐらい大きな方でしたよ、上村さん あの前 あの写真、若い時の写真、はい、めっちゃええ体してますね、すごいですよね、たくましかったですけどね、はい、はい、そう、そして今年も金沢でそうなんです。